バイオスキド BMAX 型番 B4 プラス BMAX B4 プラス、はい、起動しました。で、これのセットアップをしていこう。前回、新品時もしくは、工場設定リセット時の状態で新規インストールしましたが、設定を変えていこう。いろいろね、右クリック、ディスプレイ設定、解像度、2K に変える、変更の維持、次にこの壁紙。これがうざいのでね、まああとこの拡大縮小上げとくか。今やってるのはあのメインで使っている Windows 10のにキャプチャーでやってます。なんで、でキャプチャーでやってて、に 2K 解像度表示上でこれをキャプチャーで動かしていて、で若干ね、あの縮小しているので、そういうのはあって若干125にしとこうか。ああ見やすい。まあキャプチャーしてなくても125ぐらいの方が良いです。リフレッシュレート 60Hz、 ここ変える必要ないので、テキストサイズ、まあこの辺もデフォで、ライセンス見とくか、とりあえず。これはインターネット接続してないからだな。インターネット接続しとくか、とりあえず。Wi-Fi。で。でここで接続、ネットワーク、セキュリティの入力、で Wi-Fi 接続しました。まあ、とりあえず黒っぽいのに変えとこう。
で、ライセンスだけ 見とくか。ライセンスの状態。詳細見れないのかな、これ。何ライセンスなんだろう、ここ。まあ。うん。コントロールパネル。UI を、従来の Windows に戻すツールがあるので、あれ先インストールしようか。はあ、そのコントロールパネルとか出てこないので、いや、それ、あの、探すのめんどいし、こう Windows って OS が新しくなるごとに無駄に仕様変わってて、うざいので、Google クラブ起動します。このマシン環境で初めて、この辺はさ、ログインいる必要する必要あるな。ログインしようか。で、こう外国語になってるので、この場合日本語にするやり方あるんだけど、どうやるんだっけ。ここじゃない。まあログインしとくか。で、ここでログインします。先に、Google に、URL Google にアクセスして Gmail にログインします。この方がスムーズにできる。Gmail にログインしました。それと、このグラフィック、まあ、あの、うざいので先に変えたい。夜間モードオフオン、違う、これじゃないな。ダークモードってあるんだけどね、ダークモード。この辺か。モード。ダーク、あった。これで見やすいな。まずここ、ダークモードにする。透明効果、まあこれはオフにしとこう。これやると、あの、遅延増えたりするので。背景も黒にしたいところなんだけど、背景の背景真っ黒に変えたい。背景、ここ真っ黒に変えるにはどこだ。黒変えれるんだけどな。単色あった。単色の黒、これにしよう。
で閉じる、はあ、見やすくなったなだいぶ。でとりあえずコントロールパネルに入りたいのでそこをまず直そう。オープンシェルインストールしました。 Windows 7 スタイル。OK。 コントロールパネル出た。ショートカット作成。コントロールパネル。コントロールパネル出すと。というかまあこの UI に変えてからやった方が、あの各種設定はスムースだと思うので。でこの状態になって次にやるのはデバイスマネージャー見とくか。とりあえずびっくりマークついてないのでセキュリティデバイス、まあいいか。まあびっくりマーク出てないので問題なし。次にセキュリティ、ユーザーアカウント、ユーザーアカウントでユーザーアカウント制御設定の変更、これさい、あの最小にします。うざいので、で OK。 はい、であとはセキュリティ、セキュリティ、セキュリティメンテナンス、ここも変えよう。ウイルス対策、ちょっと文字が小さいので変更しとくか。ディスプレイ用でこれ150にしとこう。少なくとも今のうちは、まあ固定して150でもいいかもしれない。まあ見やすくなると思うので。この設定を変える。許可された脅威。ランサムウェア防止の管理。オフ。無視。アカウントの保護。無視。無視で何が違うんだろう。まあ必要ないなこの辺は。まあ、ロックとか余計なことはしない方が
めんどくない、逆に。ファミリーのオプション、デバイスのパフォーマンスと正常性、デバイスセキュリティ、アプリとブラウザコントロール、ファイアウォール、無視、閉じる、まあ一旦こうしとこうか。右クリック、Google Chrome のブラウザでログインして、ログインします。メインの、まあメインのマシンで使ってるっていうか、まあ普段使ってるアカウントで、でログインして同期することで、このアトンとかも自動で全部インストールされます。アトンで設定で、まあ、この上行ったらあのメアドが出るので見せませんが、こう上にスクロールするとメアドが出て、で同期ってできます。同期、同期の設定で、最初はあの初期設定時にこの最初多分英語で出ると思うので、この辺も日本語に設定する必要があります。この辺全部英語になっているので、最初はこの辺のページ全部、まあこれランゲージってなっているので、英語で、でここをクリックして、でここに多分イングリッシュって入っているので、でここでリムーブとかってやると削除できるので、英語不要な言語で日本語だけに戻す。で ADD ってあると思うの でここ多分 ADD ってなってたと思うので、ここクリックして、で日本語って選んで、で多分英語がこの辺あると思うので、でこれを削除するってやれば日本語になります。Google Chrome の、この右上からダウンロードってクリックするとダウンロード履歴見れます。でまず EP セットアップエグゼと、これまずインストールして、次にオープンシェルセットアップ、これもインストールしました。なんかブロックになってるけど、今のは多分コピーになったのかもしれない。これがこんな感じか。あ、こうやったんだな今。で EP セットアップ、全てのプログラムで EP セットアップが、エクスプローラーパッチャー
プロパティ行ってみる。まあこれ UI を変更するもので、まあここではやりませんが、まあこれをインストするのを推奨しとこう。EP セットアップと OpenGL セットアップ、まずこれインストール。エクスプローラーパッチャー for Windows 11、これをインストールします。まあここか、入ってで、これインストールします。まあ詳しい説明ここ書いてると思うので、まあ UI を Windows 11になってクソ UI になったものを、Windows 7ぐらいの UI に戻すというものです。まあ Windows 7ぐらいの UI の方が性能がいいので、まあだんだん劣化していったのを元の Windows 7ぐらいの UI に戻す。で、OpenShell は、ここの、4.4.191 エグゼ、これをインストールします。まあ詳しい説明はこのオープンシェルで検索すれば出ると思うので、でデスクトップ戻ってコントロールパネルフォルダオプション、エクスプローラーのオプション、これか、表示、フォルダオプション、Windows 7ぐらいだとフォルダオプションだったのが、エクスプローラーオプションに変わってる。で、ここの、保護されたオペレーションシステムファイルを表示しない推奨、これをノーチェック外す。これシステムファイルを表示するもので、それと登録している拡張子は表示しない、拡張子は表示する、これ表示しないと大変なことになる。あとはまあこう2つぐらいか、まあまずこの2つを訂正して、で隠しファイル、隠しファイル、隠しフォルダは表示するにする。まあこれぐらいか、まああと細かいとこ見て、この PC を表示、この PC を表示、すべてのフォルダを表示、まあこの辺全部表示しとくか。ライブラリの表示。空いてるフォルダーまで展開。タイトルバーに完全のパス表示する。あ、この、こういうとこの、これ。このパスを全部表示するというもので、表示した方がいい、当然。ドライブ文字表示する、これも表示した方がいい。空のドライブは表示ない、まあこの表示した方がいいな。共有ウィザード、まあ、とりあえずこうしとこう。
で、あとは、こういう、この辺のやつ、これいらないので、タスクバーからピント目外す。これもいらない。これもいらない。これもいらない。ん？これ表示は？これ表示にはできないのか。まああったと思うけど、表示にするやり方。タスクバー、チャット、ウィザード、チャット、ウィジェット、タスクビュー。まあ、これはあった方がいい。検索ボックス。表示あった。こうしとこう。で、あと、まあ、これも使わないので。そうだ。あと、アップデートもあったな。Windows の。あれも表示したいところだけど、許可された脅威。プライバシーの設定。これも Windows 10と比べたら、この UI も少し変わってる。ランサムウェア防止の管理。前もっと項目あったけどな、Windows 10だと。で、11ではやった気はするけど。まあ、とりあえずこれぐらいでいいか。まあ、要はこの辺のやつ、ほとんどオフにした方がいい。まあ、これはもうこれでいいわ。